どうも、しゅんです。こんにちは。パラマツです。いけちゃんです。高橋です。ということで、今回はですね、皆さんにとっては本当どうでもいい話なんですけど、9月はですね、もっと頑張ろうっていう報告動画になってます。9月は合格者の面接シリーズ、企業内定者の方の面接を公開するシリーズを毎日出していきます。通常コンテンツもあるので、1日2本とか3本になる時もあるんですけど、9月はちょっとそんな感じで頑張ろうと思ってます。就活 YouTuber 始めてから、面接動画結構上げてきたんですけど、なんで面接動画を上げようと思ったかというと、自分自身が就活してた時に、実際面接ってどこのナビサイト見ても先輩とかに聞いても面接だけ結構ブラックボックス化されてて自分が分かんなかったんですね。なので自分が面接している様子を上げ始めたのがきっかけで上げ出したんですけど、実際に合格した人の面接公開動画は、最近になって出し始めたんですけど、やっぱ需要あるなっていうところと、自分たちしか ある種できないことの一つだなと思ってるので、それをちょっと9月は全力でやっていこうと思ってます。でですね、困ってることがありまして、キャスティングがですね、間に合ってないんですよね。旬ライフチャンネル毎日のように撮影あるんですけど、結構前日になってもキャスティングが決まらないっていうのがあるんですよね。なので合格者の方がなかなか見つからないっていうのがありまして、去年とか一昨年とか内定を決めて、理想はその企業に受かったけどその企業行かずに他の企業に行った人の内定者の方を探してます。もしいたら、下の概要欄から応募していただけると、応募というか連絡していただけると、すごく嬉しいです。バラマツから何かありますか？はい、皆様、ご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちは本当に、今見てくださっている就活生にとって、ためになる動画を発信していきたいと思っていまして、そのためには、私たちだけの力じゃ本当に足りないです。もし、過去に信頼より見てくださっていた方とか、心の優しい方がいらっしゃったら、ぜひ面接企画にご協力をお願いいたします。声量でごまかしてる。いいよ合格者面接に関しては顔を出さなくても大丈夫です。ただ実際にその就活頑張ってきてっていう方だったら基本的に大丈夫です。理想は顔を出してくださる方だとすごく嬉しいです。実際の合格者の面接を見たいっていう就活生の方もぜひホームから応募していただけるとすごく嬉しいです。いけちゃんから何かありますか？合格者面接から少しでも就活生、視聴者の学びとなるようなものを提供していきたいと思っているので、皆さんも概要欄からよろしくお願いします。高橋ちゃんからありますか？実際の就活生として合格者面接を見て、それを自分の面接に生かしたいなっていう思っている就活はたくさんいると思います。なのでぜひ概要欄から応募してください。お願いします。最近の僕らの旬ライフチャンネルの運営スタイルとしては、結構分業化が進んでるんですよね。もともと一人で企画して撮影して編集してみたいなスタイルから、それぞれ編集者さん、デザイナーさん、動画ディレクターの方みたいな感じで分業化が進んでて、今みんなで作ってるって感じなんですよね。とはいえ一人一人の、負担がすごくえげつないんですけど、量産体制がまだ全然整ってはないんですけど、出演者さんのを含めてみんなで作ってるっていう感じになってます。で、就職活動って盛り上がる時期が3月なんですよ。最も旬ライフチャンネルの再生数とか登録者数も3月ピークで、4、5、6ってめっちゃ下がって、6月以降、6から秋は低迷期なんですよね。というのも就活生が少ないっていうところと、就職活動自体はあんま盛り上がってない時期なんですけど、とはいえ今のうちにやれることはやろうっていうところと、実際今就活始めてる人とかもめちゃくちゃいると思うので、その人たちにとって本当に有益とか、就活生にとって本当にためになる動画を作っていこうと思ってます。ちなみに8月もほぼ毎日動画だったじゃん。大変だったことありますか？大変だったかと言われると全然大変じゃなかったんですけど、就活生にとって、今見てくださってる視聴者にとっていいだろうと思うものを全部出したけれども届ききらなかったというか、本当に求めているものにお答えする企画とか動画が出せなかったっていうのが、頑張る方法を間違えてはいないけれどもストライクがなかったっていうので、9月は正しい方法で走りたいなって思います。いや、 YouTube 本当難しいよね。視聴者さんと私お話ししたいです直接。ヒアリングよくやってるんですけど、はい、悩みを教えてほしいです。本当に教えてください。あなたたちが何で悩んでるのか僕ら分かんなくなってきてる。考えすぎて。この企画つまんないとか必要ないとか、逆にこういう企画が欲しいのにないとか教えてほしいので、 Twitter の DM でも Instagram の DM でも概要欄でもコメント欄でも何でもいいので、何かしらの手段でつながっていただけないでしょうか。僕らの会社
株式会社ダイアリーの旬ダイアリーのチームは動画出演した人がインターン生になってそのまま社員になるっていうパターンを上等集団としてます。でそう最近もあのこの間まで動画出てたその高橋さんも知らないうちにねそのインターンをして始めています。ちなみに池田くんは内定承諾して卒業までインターンしてるっていう方です。ということで、バラムズバラムズもその最初出演からあのインターンしてそのまま社員になったという方です。はい、今日からオフィスが移転したんですよ。ちょっと皆さんにちょっと見せたいなと思うんですけど、あの前のオフィスはちょっとこんな感じなんですけど、築47年からちょっとだけ新しくなりました。今日引っ越し作業をしててこんな感じで、はい、やってます。ちなみにですね、こんな感じでキッチンがあったりオール電化で、しかも乾燥機もあります。でですね、こんな感じでミラーもあってお風呂もあるんですよ。実はあんま使うか分かんないんですけどね、こんな感じで、あ、ごめん、入ってたっていう感じで、はい、充実しております。はい、ということでこんな感じで頑張っております。じゃあ9月10月に向けて意気込みの方を一人一言ずつ言って終わろうと思います。自分が作りたいコンテンツじゃなくて、視聴者の方、就活生が本当に欲しいものを形にして届けるっていうことを徹底しますので、本当に聞きたいことは何みたいなことがあったらぜひ教えていただきたいのと、できるだけそうならないように全力で頑張ります。視聴者の方が明日からでも活かせるように、動画を通して具体的にすぐ活かせるような動画を作っていきたいと思っているので、ぜひためになったとかためにならなかったとかコメント欄で教えていただけると幸いです。夏終わった時期で少し頑張れない時期かなと思うんですけど、私も本当に頑張るので一緒に頑張りましょう。ということで、なんなら皆さん就職活動まだ始めてなかったりとか、まあ最近始めたてっていう人もいると思うんですけど、まあ結論多分全然まだ間に合うとは思うんですけど、でも早ければ早いほどでいいし、やっぱりいろんな選択肢とかいろんな大人しがあったりとか、いろんな経験をした方が、行動をした方が絶対自分の人生が豊かになるし、いろんな世界を知った方が楽しいと思うんですよね。なのでそれをあのサポートというか、なんかやってみようかなって思ってもらえるように僕らもちょっと必死で頑張るので、皆さんと一緒に頑張れたらなと思ってます。ということで、ね、9月10月よろしくお願いします。お願いします。じゃあ